東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。次の連絡って工程また質問があって、古い病気によってこの構造を犯して脈とか色を変化していくとか、あるいは新しい病気、急な病気の場合の判断どうすればいいですかと、どうやってこの古い病気とか新しい病気って判断しますかっていう質問です。気迫の答えなんですけども、もう本当に細かいこと聞くねって言って、まずその脈の方が変わるんだけど色の方は変わってないでしたら、これは大体新しい病気です。脈の方も変わらないんだけど色の方は変わっている場合だとしたら、これは古い病気です。脈と色の方は両方変わっている場合でしたら、これは古い病気です。あるいは脈の方と色の方も両方変わらないでしたら、これは新しい病気です。つまりこの新しい病気と古い病気と脈と色の変化を話した後に、冠脈と腎脈両方、つまり脈触っているときに冠脈でいわゆる弦脈です、腎脈では沈脈です。弦脈と沈脈深く押して脈の方は弦脈である場合だとしたら、この時にもし顔色の方が青くて赤い色だとしたら、おそらくなんです。でもこの場合は外傷によって内出血をしているということを意味します。例えばビルから落ちて打撲してしまって馬に蹴られたりとか、そういった外傷、車にぶつかれられたりとか、表面に血が出てないんだけど、でも内出血してるわけですから、顔色の方は赤くなります。つまり血の色が出てきます。あと、筋肉の方が損傷してるわけですから、筋っていうのは肝のシステムですので、肝の色が出ますので、顔色の方は青くなります。もし出血してしまう場合だとしたら、もう体の中に湿邪とか、体の方は腫れてしまいますので、黄血が溜まってしまう。黄血が溜まってしまって体の方は腫れてしまう症状になります。次の段落っていうのは尺と体の各部位の関連性について書いてあります。これに関しては主に2つの説があります。1つの説は尺っていうのはどの部分を意味するかっていうと、これは手首から肘までの前腕の内側の部分では尺と言います。この部分の皮膚の変化触ってみて、色の変化とか形の変化とか温度の変化とか見て、体どういう状態になるか判断する視腹診っていう診断法があります。これはまあ一つの説です。あともう一つの説、現代において有力な説なんですけども、この手首の寸間尺のこの脈触っているところの体の各部位との連動性をどうなっているかということを意味する内容ではないかっていうのは主流になってますけども、実際自分もそういうふうに並んでるわけですから、だからおそらくこの章の内容というのは脈用整備論ですので、主に脈に関する内容ですから、手首の脈見るところと全身との連動性書いてる内容じゃないかなとちょっと思います。この瞬間尺の性質から見ると、左手と右手両方見ますけれども、尺脈の両側の内側の方がこれは脇下の部分に対応します。外側の部分は腎に対応します。中の部分はお腹を見ます。肝の部分は左手の外、寸間尺の肝のこの部分は肝の状態を見ます。で、内側の方は核、つまり横隔膜の状態を見ます。右手の外側の方は E の状態を見て、内側の方は非の状態を見ます。上腹上、つまり寸の部分です。寸の部分、右手の外側は肺を見て、内側の方は胸の中を見ます。左の寸のところの、寸のところの外側芯を見て、中の方は、内側の方は眼中、つまり心房を見ます。前の方は、手首の前の方、体の前を見て、この後ろの部分は背中の方を見ます。上矯状、上矯状っては手首の線があります。この線の上の部分は、線の下の部分で寸間尺あります。寸の方は基本的に胸腔見ます。要は胸の中です。で、肝の部分は横隔膜前後を見ます。尺の部分は腹部を見ます。で、もしこの手首に線の上だとしたら、つまり胸の上ですから、首とか喉とかあるいは頭を見る部位です。下矯下、この尺の下の部分です。尺の下の部分は
股関節とか膝とか太ももとかすねとか足とか見るところです。まあ、実際脈触ってみて、この5つの部分、上下上、上腹上、中腹上、あと尺、あと下虚下、この5つの部分ではそれぞれ体に対応する、頭から足まで各部位に対応しますので、実際触ってみるときに非常に参考になります。例えば頭痛とか喉が痛いとか歯が痛いとか、この手首の上のところって見るとわかります。足の方が痛いとか、足の方がむくんでるとか、あるいは腰痛があるとか、あるいは座骨神経痛とか、尺の下の部分を見るとわかりますね。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。